ハンニバルはトマス・ハリスの小説。ハンニバル・レクター博士を主人公とした。ハンニバル三部作の三作目。1999年間。レッドドラゴン、羊たちの沈黙から続く完結編である。2001年に映画化された。詳細はハンニバルを参照。連続殺人犯バッファロービルの逮捕から10年後。 FBI 特別捜査官、クラリス・スターリングは、部下と共に、麻薬組織との銃撃戦中、赤ん坊を抱いた、組織の女ボスを射殺した。この事件で、マスコミに叩かれたクラリスは、上官、ポール・クレンドラーの嫉妬と執着も加わり、FBI 内部で窮地に陥る。昇進のクラリスのもとに、ハンニバル・レクター博士から、 慰めの手紙が届いたことにより、イタリアのフィレンツェが彼の居所であることを知った。クラリスは、逮捕に備えて密かに調査を始める。一方、レクターに恨みを抱く、大富豪のメスイシンバージャーは、高額の検証金をかけて、復讐を企てていた。フィレンツェ警察のパッツイ刑事は、ひょんなことからレクターを発見し、検証金に加えて、手柄を立てようと試みるが、 逆に見破られて、非業の死を遂げる。イタリアから逃亡したレクターがクラリスと、必ず接触するであろうというメイスンの予想は、的中し、レクターを拉致する。捕らえられて拷問されるレクターは、痛みをこたえるべく色鮮やかな記憶の回廊に、逃避する。そこへレクターを逮捕すべく、現れた、クラリスの噴戦によってレクターは窮地を脱するが、クラリスは負傷して、 レクターに治療される。レクターを殺害し、損ねたメイスンは、レクターによって、心の枷を解かれた妹の手で、かつての性的虐待の恨みから殺される。また、メイスンと通じて、クラリスを窮地に追い込んだクレンドラーは、レクターの手に落ち、彼やクラリスと会話しながら、自身の脳を彼らに食べられて知能が低下していくという、罰を受け、殺される。クラリスは、 父の死という心の傷をレクターに癒され、彼も幼少時に失った妹の存在をクラリスに重ねることによって心の傷を癒される。クラリスはレクターから二度と溶けることのない暗示をかけられ、そのまま同棲し始めるのだった。ありがとうございます。